呼ばれる人生は簡単じゃないからワクワクするねどんな壁もできな君ならできる絶対まずは見れば明るくなっていただく。ありがとうございます。皆さんこんにちは。あなたのハートに火をつけたい私たちイグニッションです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、初めましての方がすごく多いと思うので自己紹介の方いきたいと思います。せーのって言ったら可愛いよって一緒に言ってください。あやちゃん今日もせーの可愛いよ。知ってます。イグニッションオレンジ担当16歳あゆです。よろしくお願いします。あゆちゃん、あにゃせよ。あにゃせよ。イグニッション GDD 体質、好きなものがコロコロと変わる13歳、みどりうわ緑色担当のココナです。よろしくお願いします。ココナ。はい、中学3年生紫っていう漢字書けるようになりました。紫担当レイナです。よろしくお願いします。レイナ。はい、イグニッションの赤色担当最年長のエミリーです。よろしくお願いします。エミリー。ダメないで。はい、皆さん、イグニッションの曲、1曲目に披露しましたドリームっていう曲、オリジナル曲になりました。はい、ちょっとね、ハプニングがあったりなかったりで、ちょっとね、イグニッションも野外のステージあんまりしないのでちょっと不慣れなところはあるんですけど、残り3曲になりました。まだ結構あるねまだ結構あるんです。そして残り3曲はですね、イグニッションの再びオリジナル曲の方を披露させてもらおうかなと思います。ありがとうございます。イグニッションのオリジナル曲はすごいポップな感じの曲が多くて、みんなで一緒に声出したり、なんだろうね、声出したり動いたり、動いたりして盛り上がれる曲になってるので、ぜひ皆さんでね、初めましての方も一緒に前の方で盛り上がってほしいなと思います。後ろの方もね、手振ってくれてるのすごい見えてるんで、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございますいっぱいいる。イグニッション途中でメンバーの名前を呼ぶところとかもあるので、そこでね、メンバーの名前再び覚えてもらえたら嬉しいなと思います。それでは次の曲聴いてください。ミラクルイグニッション。Bye.
皆さん運動の時間やってきましたよ。スクワットいきますよ。せーの、
夏恋。あぜひ覚えて帰ってください。それでは以上私たちイグニッションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、イグニッションの皆さんでした。ありがとうございました。この後、販売会、物販も行うということですので、ステージの右手の方に皆様お集まりください。